ポットに6リットルの水を追加します。ストーブをつけてお湯を沸かしてください。沸かしたお湯にパスタを入れて出来上がりまでボックスの説明を読んで時間を守ってください。パスタが出来上がったらストレーナーに入れて冷たい水をかけてください。計量カップを出して1パイントブドウ、トマト2分1のオリーブと2分の1のチーズ、4分の1の玉ねぎをカップに入れてください。まな板の上でブドウのトマトを切って玉ねぎも細かく切ってください。カットする最後はピーマンです。別のボウルに4分の1の赤ワインと3分の1のオリーブ油と2分の1の小さじのニンニクのパウダーと1小さじのオレガノをホイップしてください。大きなボウルに全部入れてください。ボウルに
パスタとチーズとドレッシングを混ぜてください。冷蔵庫に入れて冷やしてください。